スタート。スタート。能登半島地震で発生した津波。震源に近い珠洲市では最大 4.3 メートル。能登町では最大 4.7 メートルの津波が押し寄せ、大きな被害を及ぼしました。中央大学理工学部の有川太郎教授、地震の6日後には珠洲市や能登町に入り、津波の到達時間や避難状況を調査しました。その高さです、あれか、確かに分かりやすい、はい、なるほど、はい、4メーターぐらいまで津波の高さが来てますかね、だからすごい高いですよね、別の日、有川教授が調査を行っていたのは、震源からおよそ70キロ離れた富山県黒部市。ここを訪れたのには訳があります。1メーターぐらいの津波が5分から10分ぐらいで来たというようなことの映像もありましたので、そういった意味ではそれらをきちんと分析していきたいなというふうに思っています。この辺とか。これは黒部河川事務所が撮影した映像。地震発生のおよそ8分後に押し寄せる波が高くなりました。有川教授はこれが津波だと分析しました。気象庁のまとめによりますと、津波の第一波の到達時間は震源に近い石川県七尾港で午後4時37分でしたが、そこよりも遠い富山市は午後4時13分、地震発生のわずか3分後だったのです。これについて気象庁は、震源とは別に近くに津波を起こした場所、波源が存在する可能性を指摘。海上保安庁の調査で、富山市から4キロ沖合の富山湾の海底で、長さおよそ500メートル、幅およそ50メートルにわたる地滑りの痕跡が見つかったのです。沖側から津波が来ようとするとどうしても20分ぐらいかかってしまいますので、そういった意味では地滑りによる津波だと比較的説明がつきやすいというふうに思います。海底地滑りによってなぜ津波が起きるのか、有川教授の研究室で実験を行いました。巨大な水槽に傾斜およそ20度の砂地を作り、人工的に地滑りを起こします。3、2、1、斜面の砂が滑り落ちると水面に変化が。真横からのスロー映像、砂の動きに引っ張られるように水面が一旦下がり、その後水面が持ち上がるのが分かります。今度は傾斜およそ30度の地形を作り、仕切りを外して斜面を一気に崩す実験を行います。3、2、1。先ほどよりも大きく水面が下がり、その後波が発生。崩れた際、陸地手前では引き波が起き、その後一気に津波が押し寄せました。これが海底地滑りによる津波のメカニズム。波は一旦引きますが、何度も押し寄せてきます。急な勾配で大きな塊が動けば非常に大きな津波が起こる可能性もあるということだと思います。海底地滑りによる津波は南海トラフ巨大地震でも発生するのか。ジャムステック海洋研究開発機構の今井健太郎さんは、1944年に南海トラフが動いた東南海地震での津波の高さを調べました。
その結果、静岡から和歌山まで平均5メートル程度だったのが、三重県熊野市新鹿地区だけ10メートルを超えていたことが分かったのです。事実、新鹿地区には標高 13.6 メートルの地点にここまで津波が来たという標識も残されています。なぜここだけ津波が高くなっていたのか。要因の一つは海底地滑りと我々は考えています。1944年に起きた東南海地震の震源の位置やマグニチュードなどから津波をシミュレーションしてみると、赤く、示しているものが津波の浸水域になりますが、最大遡上点という意味では、まあ、断層運動だけでは再現できないといったことが分かっています。過程をシミュレーションした結果では、熊野沖で海底地滑りが起きた想定でシミュレーションをすると、今度は新鹿地区に到達した津波が実際に浸水域とほぼ同じになったのです。こちらは海上保安庁が調べた南海トラフの海底地形。トラフ沿いにあるひび割れのように見える部分は海底地滑りや崩落の跡だといいます。実際、チャムスティックが渥美半島沖や駿河湾沖の海底を目視で調査した結果、海底地滑りの痕跡が見つかりました。まあ、南海トラフだったら、まあ、プレートの境界で発生するわけですけど、海底地滑りっていうのはその陸棚の斜面上でも起きえますので、まあ、そういったところで発生するとすぐに津波が到達してくるといったことになります。はい、政府の中央防災会議がまとめた被害想定では、南海トラフ巨大地震が起きると1メートルの津波の到達時間は三重県南部で最短4分後、愛知県豊橋市に12分後となっています。しかし、海底地滑りによる津波は到達がより早く、何よりどこで発生するかの予測が全くできていません。広い範囲が震源域になっている南海トラフ巨大地震、海のどこで起きるかわからない海底地滑りによる津波にも警戒する必要があるのです。